三木市教育委員会によりますと三木市立別所小学校で昨日、校長室の金庫で巾着袋に入れて保管していた6年生の修学旅行費72万円のうち3万円がなくなっていることが分かったということです。 学校では今月8日、これとは別に金庫で保管していた修学旅行費48万円が入った封筒が消え、封筒はきのう、職員室前のホールのソファーの上で見つかったものの、不審に思った教員が改めて金庫の中を確認したところ、巾着袋から3万円が紛失していたということです。学校は 警察に被害を届け出て保護者への説明会も開き教員に管理の徹底を指導するなど再発防止策を講じるとしています。